実はもう医療崩壊寸前というぐらいだな。うん、非常に厳しい状況ですね。感染拡大一定レベルに大した地域では。その状況を考慮し。知事が全部権限もらうってなってるんだけども。その財源持ってないんですよね。で今回東日本大震災。 苦しんでる方がいらっしゃる中での選挙戦でありましたそれはもうずっと意識してやってきましたね神奈川は日本の縮図だ全部あるとねおはようございます日経日曜サロンです今日のゲストは神奈川県知事の黒岩雄二さんです知事に聞くシリーズの2回目です今回は趣向を変えまして横浜日経懇話会の会場にお邪魔して黒岩知事にお話をお伺いします どうぞ。どうもよ、よろしくお願いします。どおかけください。どうも。はい、どうも、今日はお忙しいところ思いま<や>す、ね。ありがとうございます。あの、もう、最初にですね、いきなり、まあ、あの、新型コロナウイルス対策についてですね、お伺いしたいと思ってるんですけども。まあ、全国的にですね、その感染者が、あの、急増してましてね。で、神奈川もですね、結構増えてると思いますし。その、まあ、医療現場がね、け、結構逼迫してきてるんじゃないかと思います。 まあ知事はですね、国に先駆けましたね。あのゴートイートの一時停止を打ち出されたりね、あのマスク解消といろんな形でですね、あのもう扇動してやっておられますけれども、そういう中でですね、今その神奈川県の現状はですね、どういうふうになっているのかっていうことまずお伺いしたいんですけど。はい、これ大変今厳しいですね。この急増ですね。この角度がぐんがってきましたね。あ,あ、そうですか。であの今実質的に横浜川崎ではですね。 患者を受けられないような状況が始まりました。そうなってるんですか。大変厳しいですね。<ー>だから皆さんどこまで認識されてるかわかりませんけども、実はもう医療崩壊寸前というぐらいだな。非常に厳しい状況ですね。<ー>我々は非常に緊迫しています。あ,<ー>あのこの立ち上がりの角度ですね。この今までないぐらいな立ち上がりの角度なんですね。で我々もともとですね、まあコロナに関してはダイヤモンドプリンセス号 これまず横浜にやってきたわけですからこ,こからもう戦いが始まったその時からその時の経験を生かしてですねえこのコロナ受け入れ体制神奈川モデルといったものこういうの整備してやってきました先にして先にしてやってきました今まで全部この急にバッと患者が増えるということを想定しながらやってきました最悪の事態を想定しながら早め早めに準備するっていうのがきっかけの鉄則だとやってきました。 その中で何度か立ち上がりそうになったけども何とかここりてきたてまた第二波のようなも来てもなんか降りてきたっていった中で今起きてる角度はですねこれまで以上の角度でこれ下手するとですね欧米みたいになっちゃう,ってうつまりドーンっていくってことですねイタリアに私の友人が住んでるんですけどもイタリアの友人がメール送ってくれましたそしたら彼はですね7月8月頃は「 イタリアでぜ1,500人ぐらい一日患者発生数だった7月8月ですよ今3万人だったとこういったものがドーンっていくとそこまでいくってことですね、うん、今そこに行くかどうかのギリギリの瀬戸際といったことですね,ね非常に緊張感持って見てますね。そその対策としまししまてねそのマスク会食もそうですし あとと、ま、マスクとかいうことも言っておられますでしょうねんかいろんな形でですね、まあ、あの PR も務めておられると思うすけどこれどういうマスクっていうのはどういうことなんですかこれですねダイヤモンド・プリンセス号から始まった頃はですねそのコロナウイルスっていうのはどういうものか未知のウイルスですねどう向き合えばいいかわからない、ね、そんな中でやってきたこれまで全部試行錯誤ですよね、うん、正解がどこにあるかわからないですよ でもとにかくやれることをやれることをやってみてやってみてってちょっと間違えたら軌道修正してやってこいやってこいって、まあ、ずっとなんとかやってきましたその中で未知のウイルスの時にはどう向き合えばかわからないから一番厳しい方策を取りましたよね、うん、国全体としてこれは緊急事態宣言ですね、うん、あの頃人との接触を8割減らしましょうう絶対もううちにいてください営業も停止してくださいって。 ロックダウンとはいかないけどもかなりそれに近い感じのやりましたねであの時はもう経済のエンジンをパシッと止めたわけですよねここで止めたらば早く終わって経済のエンジンも回すようになるからというシナリオで動きましたでところがだん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 我らコロナといったものが分かってきましたしたらばどうすれば感染しないのかそれは飛沫ですよね 飛沫感染ですから飛沫が飛ばない状況になっていればこれは感染はしないんだということが分かってきたそしたらあんなこうみんな一切出ないでくださいとかいうことをしなくてもいけるんじゃないかなといったことですねですからあの非常事態宣言解除した後からはですね経済のエンジンも回しながら感染拡大防止をやってくるということこれを知恵を絞り始めたわけですね。 そうした中で我々はそのまあいろんな、うん、ところで全部やってますけどこの原点を作ったのは神奈川県なんですね。うん、各業界団体がどういったそのガイドラインを作ってるかそれに基づいてそれぞれのお店がうちはこんなことやってますあんなことやってますと言ってっ、ね、てアクリル板作ってますとかね、えーえー、小皿で出してますとかね、うん、いろんなことを具体に書いてそれをお店に掲示すると。うん そうするとお客さんはそれを見てあこのお店はこんなことを具体的に感染防止策やってるんだって確認してそのお店を選ぶと、うん、でこうしてやるとですねお店側の感染防止はしっかりやる、うん、それをお客さんが選ぶそうすればこの感染防止対策をやりながら経済のエンジンを回すことができるだろうとやってまいりました。そしてマママスススクククここれはででのすね マスクっていうのは日本人ものすごくよくやってますよねものすすごくやってますね、うん、ところがですよマスクしながら来てるにもかかわらず外歩いてる時も職場にいてる時もどこにいる時もマスクしてるにもかかわらず会食の場に来た時に突然マスクみんな外して「うん、さあ乾杯!」ってやる始めますね「うん、ちょっと待ってください、うん、その会食の現場飛沫のことを意識してください、うん、忘れないでくださいって。 飛飛沫は絶対飛んでますよってもうその光景を私ね目の当たりにして、うん、これは大変だって、うん、ここを何とかしなきゃいけないと思った、うん、そこでねマスクをつけながら会食してくださいと言ったことですね、うん、これだからできるんですよねこれね、うん、あのマスクをしたままねこうやってこうやってマスクしてますよねで飲む時にこうやって外して飲みますね、うん、閉じてお話ししますね。うん 食べるときはこうやって口入れてまたこうやって閉じてモクモクってやったらばこれだったら飛沫感染しないで回食ができるわけですよねでこれをだから進めるっていうのはマスク回食って言ったことですねもう一つは MASK マスクって言ったものを言ってるんですねこれは何かと言ったら感染防止対策の基本中の基本ですね M はマスクをしましょうで A これはアルコール消毒をしっかりやりましょうね。S は遮蔽ですね。これまさにこれ遮蔽遮蔽アクリル板で遮蔽しましょう。K は距離距離を取るのと換気をちゃんとするといったこと。そして今この時期ですから加湿加湿もしっかりやります。冬場はね。これ要するに何言ってるかというと感染防止対策の基本中の基本ですね。これをしっかりやった上で会食する上でもマスクをすると。 言ったことをすすればですねなんとかこの難局を乗り越えていけるだろうということこれやらないとですね感染拡大がドーンとって抑えられなないいまだ元に戻らないを得ない、ね、もう他に手がなくなったらまた閉じこもってください営業をやめてくださいって,ってここには行きたくないギリギリのところでなんとか止められないか思いの中で「MASK マスクとマスク会食」を言ってるんですね。 まあ黒岩さんもともとねそのジャーナリストの頃からもですね医療とかねあの福祉とかそういう非常にこう関心を持っておられましてねあの民放連の書も受賞されたりしてねおられましてねやはりこう今回のこのコロナに対してですね非常にこう危機感をお持ちになってねいろんなことをお考えになったと思うますけど先ほどもちょっとました神奈川モデルというね重症・中等症・無症状というか分けてですねあの親になってますこれはどういう形なんですか でコロナの患者が発生したらしいという話が来た何人患者がいるんだ聞いたら10人だって聞いたんですねあ、そうか3700人の10人かと思ったの最初そしたら検査して結果分かったのが31人というじゃないですか31人のうちの10人が陽性患者だって。降りてくるわけですよねちょっと待ってこれ誰の仕事なんだってあれ外国の船でしょ3700人あれだって入ってくるためには検疫ってのあるわけですよね で、これ、誰の仕事だって言って、でも、ついてきて、降りてくるぞって言ったときに。大の仕事だって言ってる状況じゃないわけですよ。で神奈川県というのはですね、もう私県庁になってから、知事になってからですね。県庁の職員にスピードかースピードかーって言ってきたんです、うん、県庁職員の今はスピードがすごいですよ。もう、大の仕事かって言う前に、もう港行って、仕事始めてるんですよね。うん、その時に、降りてくるぞ。三十一人中十人だったら、三千七百人のうちに、何人患者がいるんだ。 言ったところですね。じゃあ誰がどうさばくんだ。県がやってもですよ。でこれは D マットしかない。D マットっていうのは災害緊急その支援医療チームですよね。<ー>でもコロナの患者がいっぱい乗ってる船作災害かっていうことですよね。で最初に聞いたんですよ。災害 D マットを出せないかって言ったら無理です。災害じゃありませんか。じゃあ誰がやるんだ。言ったら マしかやるもんなないいじゃディーマとの d ーマと実は顔の見える関係で付き合ってた,続いてたんですよこれ原点立ち戻るとですね私の昔やってた救急医療キャンペーンからつながるんですよ平成元年からの救急医療キャンペーンの中で、うん、そのねビッグレスキューという、ね、大規模な緊急医療支援訓練やって、うん、こういったものの延長線上にですね神奈川県知事になってから私は、d、ビッグレスキューって毎年やってきて。 その時の時一番中心面で動いたたのがマットだったんですよねでこの DMAT と顔の見える関係があったからもうすぐに来てたんですよ。どうしようかって言ったら「知事災害だって言ってください」ってわけですよ。そしたら DMAT 動けますから。でこれは災害だと「うん、DMAT 派遣お願いします」って言ったら DMAT がバーンと10チーム行って対応を始めた、うん、そしたらその時にですね無症状の人がいっぱいいるんですよね。うん 無症状なのに軽症でピンピンしてんのにウイルスいっぱい持ってる人がいるわけですよ。うん、そういいいいとと中等症という人がいっぱいいるんですよでこれね県はディーマと何したか降りてくる患者の状況を見てですねそしてその医療機関を探して頼んで全部送り込むんですよこれを。うん、そしたらもう最後はね西は奈良からね北はね宮城まで行きましたよ搬送調整ですよ。これ全部やったんですよその時に経験としてね、うん 本来ならば全部の患者をか感染症して医療機関に運ばなきゃいけないんですよそんなことやったらですねあのダイヤモンドプリンセスの患者だけでも700人以上いたんですよあっという間にもう医療機関満杯になっちゃいますよそれで症状がない人軽症の人はその宿泊療養施設か自宅で中,中等症の人ね重症化してない軽症でもない中等症これが一番多かったんです この人を徹底的に送り込むような重点医療機関、ね、これを用意すべきだ。<ー>この神奈川モデルはそのディーマットの経験からできた<ー>ということですね。ねいややっぱりさすがにあのこれまでのいろんなね蓄積がですね生かされたということだと思いますけど、まあ、も、う一つ今ですね問題点はねやっぱ国と地方の関係だと思うんですよね。その緊急事態宣言からのですねあのまあプロセスもそうですし今ですねまあゴートゥトラベルもそうだと思いますけども。 おそらくその責任と権限と財源の問題だと思いますけども、まあ、この辺りがですね結構なんか難しいところがあると思うんですけどこの,その国と地方のねあのコロナで見えた国と地方の関係ってはどういうふうに考えておりますかまああの世の中ではですね、まあ、国と地方でガタガタしているものがかなり見えるかもしれませんが逆から言えばですね例えば今見たら神奈川モデルもう国に話をしたらすぐどん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 認めてくれましたよ。 もうしょっちゅう連絡系と言いながらやっててですねずいぶん動いてるんですよそれはもう前提としてね、うん、ただやっぱりねこの法律の問題、うん、特別措置法といった問題はね知事が全部権限もらうってなってんだけどもその財源持ってないんですよねそうですね財源ないです、ね、休業要請ってかけたらや言われた方からは、うん、じゃあその分保証してくださいよって言うけども、うん、そのその財源持ってないんですよ兵広米持ってないんですよ、うん だから権限だけ持ってるって、これは何とかしてほしいってことをずっと、まあ、言い続けてきますけど。この問題はまだ一つの課題性残ってますね。やっぱ特措法の改正みたいなところまで、やっぱ行かなきゃいけないんでしょうね。それはもうずっと言ってるんですね。これは。でも、また、なかなかそれが、まあ、行かない中で、また。第三波のような形になってるでしょで、ね、非常に厳しいですね。いや、なかなか、その、難しいところが来てると思いますけど、ちょっと話,話題変えさせていただきますけども。まあ、あの、横浜といえばですね。菅さんの、まあ。 あのお膝元ですしね、えー、神奈川県からはですねあのまあ横浜は小野木さん国家公安委員長もそうですし、えー、横須賀は小泉環境大臣ですし、えー、平塚茅ヶ崎ですかあちら行きますと河野行革担当大臣とこの3人も閣僚いらっしゃいます,ですよね結構やっぱりそのいろいろですね期待されるところあの内閣にねそういうのもあろうかと思いますけどその点はいかがですかものすごい期待してますね。 菅総理は決断早いですからね我々今までね、こういう言葉会話なかったですよ国が早いから早くやなきゃダメだって,言って、うん、こんな会話出てきますよそれはね、あのデジタルってバッと打ち出したでしょ、うん、河野さんがあのポジション入ったでしょ早いですよ今まで神奈川県はものすごい早いと思ったけど国の速さに負けるなっていうのが今の我々のキャッチフレーズになってるぐらい早いですよ、うんうんうん すごく大きい期待しますね。あ,あ、あそうですか。ね。それとね、もう一つですね、これ、あの、まあ、大阪の、あの、例からですね。一つ、まあ。どう考えているかということですけども、あの、大阪都構想っていうのはね。県と政令市の問題ですよね。で、神奈川って政令市が三つあるわけでしょう。あの、ちょっとこ出しますが。が横浜とね。川崎と相模原っていうね。これは。 神奈川の場合ってのは、ど、どんな感じなんですか?。よく言われるんですね。その政令市三つ回ったら、大変でしょうって言われるんですけど。私知事になって十年。大変だって感じたこと一回もないですね。<う>要するに、コミュニケーションすごくよく取れてると私は思ってますね。うん、横浜市林市長なんて、もう本当に息ぴったりですからね。じゃ、うん、二重行政っていう問題。いや、問題あるのは言ってくださいっつって。だから、もう、そういう仕組みは出来上がってるんですね。この問題は協議したい。権限委譲してほしい。うん、じゃ、あ協議しましょうって言って。 協議してあじゃあこの権限その代わりね原則がありますと住民にとっってその方がいいいんだったらら権限いくらでも譲りましょう,、うん、そうなんかね市長にくれよ県知事もここくれよみたいなそういう,そういう権限あるとしても意味ないからその権限譲った方が皆さん住民の皆さんにとってメリットあるんだったらどんどん譲りましょうって言ってやってますから、うん、私自身がその大変さってことを感じたことないですね。息ぴっったりやってると 私は思ってますけどね。大阪都構想っていうか、それはやっぱりある種、その人間関係とか、そういうことで解消できるもんなんですかね。だってよく分からなかったら、今の大阪府の知事と大阪市長と、めちゃくちゃ。意見合ってんじゃないですか。うん、あれ、あれで問題、すんねんじゃないですかね。うん、<laughs> あれが、よく分からなかったですね。うん、私は。<laughs> <laughs> それとも、う一つですね。そのやっぱり、あの、あの神奈川といえばね。 今の政令市が3つありますしあとまあえ観光地もね観光地といいますか、まあ、だから三浦半島があってですねそれとまあ湘南がありましてね箱根小田原とかありますよねで一次産業から三次産業までね、まあ、全て揃ったようなねそ,のそういうまあ土地柄ですよね。でそういうんかある種日本のね一種のモデルになるようなねさっきおっしゃった医療の神奈川モデルとおっしゃいましたけども。 なんかこう一つ新しいその日本のこれからのね形みたいなのをその作っていける作っていくということはですねか考えておられるどうなんですかそれはもうずっと意識してやってきましたね。神奈川は日本の図だって全部あると,、ね、というふうに言ってまいりましたけどね大都会もあれば廊下のところもあればね山もあれば川もあれば海もあるしね。 大おあの温泉地もあるしね、うん、あの米軍基地まであるぞと、うん、もう全部あるんだっていう中でモデルを作ろうとそれ <laughs> で,で私が言ったのは命輝くマグネット神奈川というキャッチフレーズですね、うん、命平仮名書いた命が輝くこれが一番の究極の目標じゃないですか、うん、高齢者になっている高齢化の進み方って日本で一番早いんですよ、うん、神奈川っていうのは進み方が。 あそうですが100歳になって100歳時代って一番最初に言ったのは私ですからね100歳時代っていうのは100歳になってもですね命輝いているような時代を作ることが大事だ、うん、そのためには未病というコンセプト病気になってから治すんじゃダメだって健康と病気の間はグラデーション連続でつながってんだ未病その段階から少しでも健康に持ってくることをやらなきゃダメだそのためには食 運動、社会参加っていうものがダメない大従事しなきゃダメだって,、うん、っていうところもこれがまさに SDGs を理論そのものだって,って、うん、神奈川県は SDGs 最先端自治体としても選ばれてますからね、うん、そういった中でやはりそのモデルを作っていく、うん、超高齢者が乗り越えていくモデルを作っていくとい、うん、ったことをずーっとやってきた、うん、やってきたことはこのコロナといったことになってですね今までやってきたことが全部生きてるっていうのが正直な実感ですね。うん、ああそうですか、うん いやあの今ねそのお話伺ってましたねあやっぱりなんかジャーナリストの時のねあの感覚が一にまで残っておられるなと思うんですけどもあの、まあ、知事になりましてねあの十数年ですよねもうね10年,年ぐらいですね。でその前はですねこっちに座っておられたんですねだったですねやっぱり非常になんかいろいろね頑張ってられるというのはですね思,思ったのはですねあの,、えー、のね あの <laughs> フォーチュンクッキー、こいするフォーチュフォーチュンクッキーですか。はいはい、ああいうのをね、なんか踊ったりとかしてられてみましたね。やっぱ知事って頑張ってるなと思ったりした。<laughs> P.R. を頑張ってると思って。<laughs> あれ <laughs> 頑張って <laughs> 相当無理してんじゃないかと思いましたけど、<laughs> いや,やどうせそのまあ知事を十年やられてきましたね。やっぱりこう一番心がけとられることっていうのはどういうことなんですか。そうですね。県民目線という言葉をずっと言ってるんですね。あの県庁職員ってね非常に優秀な人多い。 でね、志持って県庁職員になるみんなね「県民のために」って言うんですよ「ちょっと待って,て県民のために」ってじゃなくて僕が求めてるのは県民目線の行政だよって言って県民のためにっていうとですねあなたの目線どこにあるのどっか上にある感じがするんですよね。そうじゃなくて県民の目に立ってやれって言ったことこれやっぱり全ての基本ですね。 だから未病を改善し健康長寿になっていこうと、ね、そういったことをプロセスによって経済エンジン回していこうといったことも全部県民目線でやっていこうといったことを言ってるま,まさにそれはあの菅さんがおっしゃってるのと似てるんじゃないですか国民のためのってやつとね国民のためにじゃなかからないんですよ私も言ってるのは国民のためにじゃなくて国民目線でいこうって言ってますから。<laughs>

金川六世幹事長バンキシャとしてご一緒させていただいたあのセリカがさんが今やキャスターとなって私にインタビューしていただくというの実際を感じました。どうもありがとうございました。<laughs> えー、黒岩さんのお話をお伺いしまして県ごとにいろんなアイディアでですねやはりこの対策やってるってことよくわかりました。黒岩さんはマスク会食ですとか。 MASK マスクなどということを呼びかけられましていろんな形でですね感染拡大し,しないようにしようということをやっておられますけれどもしかしお話の中でですね衝撃的だったのはですね急角度でですね感染者が増えているということをですね医療崩壊ということも出てきましたやはりですねこれも全国的にですね非常に厳しい状況になってきてるということがですね痛切に感じました次回のゲストは東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会事務総長の武藤敏郎さんです来年に延期になりましたオリンピック・パラリンピックに向けた準備状況今後の対応策などについてお話をお伺してみたいと思っております日経日常サロン次回もお楽しみに